ようございます。2023年3月24日金曜日の朝です。今日の体重は 64.85 でした。体脂肪率は 38.3% です。おはよう、アピラチョー。今日の天気は曇りですね。そして風が結構強いのでちょっと閉めます。そんな感じでですね、また昨日も夜ですね、痰が絡んでるのかな、なんかわかんないんですけど、すっごい喉辛くて何回も目覚めちゃってですね、すっごい寝不足だったので結構遅くまで寝ました。今もう11時くらいかな。起きたのはもうちょっと早かったんですけどね。そうなのでちょっと体調が優れていないです。で、喉っていうか鼻がすごいんですよね。喉と鼻だからまあでもこんな中でもいろいろ仕事はできるので、今日は家の中でずっとやる感じかな。そんな感じの朝でございました。強風の中大量のひよちゃんが避難しに来たね。ごめん、みかん置いとくの忘れた。 1,2,3,4,5,6,7 7は喧嘩しないでね。あ、ご飯もないんだ。ごめん。今日の朝ご飯です。ちょっとお昼がもう近いんですけど、お腹が空きすぎてるので、お茶漬けささっとちょっとだけ食べたいと思いますよ。食べます。早速来たね。飛ばされそうになってるけどね。みんな連れ帰ってね、あとで。言ったらちゃんと連れてきましたね。さっきよりも大勢なんでそんなにみんなでいるの。家族なの。いっぱい食べてね。喧嘩しないでいっぱい食べてね。あ、喧嘩しない。こんなにいっぱいいる強風の中ありがとうね、来てくれて。怪我しない。にぎわっております。怪我しない。ちゅめらないよ、そうやって。今3時ちょっと過ぎています。これからですね、ちょっと役場の方にいろいろ予定があって行きたいんですけど、なんか多分すっごい強風なんですよね。だからマイク風切り音が入るかと思って警戒しましたけど、あ、本当にすごい風、あ、風そんな感じでまずは行ってきたいと思います。アピラ町の町役場ぬくもりセンターツイッター行ってきます。じゃあ一応相談して、ちょっとですね、昨日あのビラ置いてもらうためにですね、ぬくもりの湯の温泉の方にイベントのビラを置いてもらおうと思って行ったけど、役場の人に聞いてくださいって言われたので、それも合わせてですね言ってきて、でぬくもりの湯に少しフライヤー置いてもらうことにしたんですけども、一応ですね、4月14日の日に、場所は安隆寺さんです。で主催のか、今回主催は安隆寺さんじゃなくて別の方なんですけれども、いろいろですね、私は今回は石鹸、手作り石鹸のワークショップします。試作がまだできてないんですけど、近々もう作ってですね、こんなの作れますよっていうのが分かったら、またこの動画でご報告したいと思いますよ。あ、寒い、風が冷たいから寒いですね。まずは帰れます。そうだ、せっかくだから追分駅にもビラ貼ってもらおうかな。聞いてみようかな。ちょっと行ってみますね。こちら告知ボードに貼ってもらう方にしましたよ。わ、そうだ、エントランスに置いてもらおう。こちらはですね、私の住むアピラ町追分地区の交流センターみたいなところですね。ちょっとここに行って、ここに置いてもらおうと。これですね、輝き口に、トランスの方でもですね、フライヤー置いてもらいましたね。じゃあとりあえずお家すぐそばなんで帰ります。
て来ましたよ。すっごい風が冷たいですね。明日なんかマイナス6度くらいになるらしいんですよね。いやもうそう、今天気はいいけど寒いですよ。しかもちょっと歩くと喘息があるので息が苦しい。まずは中入ります。ヘリコロの動画、もし一回家入ったんですけれどもまたですね出かけます。シエスタの方に行ってですねコーヒー飲みたいのでちょっとコーヒー飲むのと、私ちょっと仕事作業をですね、家じゃなかなか集中できないのでシエスタさんで共演しようかなと思って行きます。シエスタ着いた。昨日も来たんですけどね、私閉店間際でコーヒー飲まずに帰っちゃったので飲みたいですよ。行きます。綺麗な琥珀糖、この間食べて美味しかったからまた琥珀糖食べちゃおうかな。今日は赤と紫系でしょう。ホットコーヒー飲みます。琥珀糖食べます。ごちそうさまでした。また長居しちゃいましたので帰ります。そういえばですね、夜ご飯のこと何も考えないで出かけちゃってですね、ちょっとお惣菜とかなんかお弁当とかあったら買って、今日はちょっとそんな感じで食べようかなと思ったのでグローブ着ましたよ。行きます。帰ってきましたよ。遅くなると思って電気つけてきたんですが寒い中入ります。今日の夜ご飯です。今日はグローブで買ってきたあんかけ焼きそば、3分の1日分の野菜が取れるあんかけ焼きそばと、この間作ったおつゆ、菊芋とお豆腐のおつゆに椎茸と小松菜をプラスして食べます。エリコロの動画、じゃーん、突然ですが花見団子作ってみましたよ。といってもですね、でん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 ってこれだけじゃわかんないかもしれないですけどね、こちらはですね4月15日安龍寺さんで行うイベント輝き市でワークショップで皆さんこのように作れるようにですね今試作をしてみました。一応この石鹸、香りがお花系と柑橘系とハーブ系の匂いにしてあります。で、入っているもの、こちらがですね着色ビーツです。で、これ着色なし、こっちはヨモギで着色しておりまして、最初はですねこちらの桜パウダー使ってピンク色出そうかなと思ったんですけど、気にするほどじゃない、これ食べれるやつですからね、お菓子とかのパウダーだからそこまで気にすることないかなと思ったんですけど、一応肌に使うものなので安定剤とか着色料香料入ってるのはやめようと思って、これやめてですねビーツパウダーっていうのを買いました。これはもう本当にビーツしか入ってないやつですね。そうで、ヨモギもですね今回これ使ったんですけど、一応ベトナム産ではありますけども、ヨモギしか入って、本当のヨモギですね。なんかふわふわでした。なんかそんなように感じでですね、お肌に使うものなので添加物など入ってないものでちょっと試作をしてみましたね。で、色もですねビーツ入れすぎてなんかちょっと紫っぽくなっちゃったりもしたので、なんかもう一個作ったら綺麗なピンク再現できたのでよかったですね。そんな感じでですね、これワークショップなので皆さんがイベントに来ていただいて、私お手伝いしながらですねご自身で作って持って帰れるようにしておりますよ。もしよかったら遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日も一日が終わりました。だいぶですね良くなりました。でも夜になるとやっぱりちょっと喘息出てくるので、多分夜の寝れない、痰が絡んでんだか息が苦しいのか分かんないけど、寝つけない、寝るけどすぐ起きちゃうみたいな苦しさは多分夜になるとこの喘息症状が出るからなんじゃないかなって思いますね。でもこの辺もだいぶ楽になってきて、鼻水なんかみずみずしく本当に蛇口をひねったようにジョバーって出てきてた鼻水がドロドロになってるので、だいぶ回復してきたんじゃないかなと思いまして、なんか昨日お風呂に行って
マッサージしたせいもあってですね、頭痛とか体のだるさがだいぶ取れたんですよね。朝方ちょっと辛かったよね。やっぱり寝不足になると辛いのかな、なったんですけど、もう症状的には大丈夫そうなのでよかったって思っております。ご心配、いつもご心配ばっかりかけてる気がするすいません、本当になんかもうなんかこれといってすっごい大きい病気とかはあんまなくて、あんまそういうのもあるか時々、でもなんかじゃ若干ちょっと弱い体、昔から子供の時からなんですけど弱めの部分がやっぱありますのでですね、そんな自分とうまく付き合いながら元気に生きております。はい、そんな感じですね。さあ、そしてですね、このじゃーん、輝き地インアンリュー寺っていうのがやるんですよね。4月の14日の土曜日でございまして、時間は10時から14時までですね。はい、そしてこの輝き市で私はですね、今回ワークショップをやるんですけども、このお団子、お団子やります。こうか顔隠しちゃった、間違ってる。お団子やります。 YouTube やってんのに顔隠してるそう、お団子やります、こんな感じですね。そうお団子やります、石鹸やります、石鹸のワークショップやるんですけれども、めちゃめちゃですね今日で、ビーツと何にも入ってない石鹸だけ、あとはここ本当は米ぬか入れようかなと思ったんですけど、米ぬか入れるとやっぱりちょっと黄色っぽくなっちゃうんですよね。だからやめました。そのまま石鹸掃除そのままのものでも十分に、あの優しい石鹸ですからね。これこのまま白いまんまにしてます。で、これよもぎ入れました。そう。で、よもぎもビーツも美容効果期待できるものですので、そのまま天然の 100% のものなのでですね、まあ、使っていただいて満足できるようなものに仕上がっていて、なおかつちょっと私らしくふざけた感じにしておりますのでですね、うん、ご興味ありましたらぜひぜひ作りに来てください。一応これ2つ、皆さんも2つこれ持って帰ってもらうようになってます。だいたい 90g かな、2本で 90g くらいの石鹸を作って持って帰れますね。お子様でも簡単に作れるようなレシピにはしておりますので、ご興味ありましたら食べにじゃない作りに来てください。あと一応ですね、もちろんこのままガシャガシャって石鹸としてこうやって使いますけれども、串ついたままですね、あと1個ずつでも使いますけどね。で、あとご希望の方いらっしゃいましたら、6個まとめてこの石鹸の泡立てネットに入れてぐしゃぐしゃって言って、これごとですね使えるのもあります。私これお風呂に今チョコレート石鹸使ってるんですけど、お風呂でもこのまま洗ってます、こうやってすごい楽だし泡立ちいいので、そんな感じです。これは別売りにしようかなと思ってます。で、これも 100% 麻紐の袋なんですけれども、なんかちょっと今考えてるのは、これをなんか草木染めして色つけて販売しようかなって考えてるので、ご希望の方はこれも一緒にですね、ご購入いただけると嬉しいです。はい、そんな感じです。はい、なんか長くなっちゃいますね、話がですね。はい、そんな感じなので、ま、ちょっとですね、皆さん来てくださいっていうわけにはいかないんですけどね、私のご近所のあの安龍寺さんっていう場所なんですけども、でもですね、あのぜひぜひ近隣の方とか、土曜日なのでドライブがてらですね、来ていただけるとすっごい嬉しいなって思っておりますよ。はい、じゃあちょっとまた後日何か私の方で進展があればですね、輝き市またご紹介させていただきたいと思います。とりあえずはい、やる予定ですってことですね。あとちょっとですね、またまたローカル情報になってしまうんですけれども、もう一つ告知させてください。こちら有育マルシェです。これ3月25日土曜日12時半から15時半なんですけど、この有育マルシェ、もう有育っていうのは何かというとですね、遊ぶ育てるって言って、阿弥陀町の子どもたちがですね、遊びながら社会勉強しようみたいな感じの取り組みをやっておりましてですね、なんと、これここに書いてある出展ですね、チャーハンとかストラップとか紙飛行機飛ばしはがきバスボムとかですね、
いろいろ販売したりワークショップやったりするんですけれども、これ全部子どもたちが出展するんですね。自分が何を売りたいかとか考えたり、あとどういう風にしたらみんな楽しんでお金払って楽しんでくれるかなっていうのを子どもたちだけで、まあ大人もですね手伝ってますけど、でももう基本は子どもが考えて子どもが作って子どもが販売するっていう、なんかとても楽しいイベントです。で、私実はこれですね、12月のクリスマスイベントの UX のマルシェは私出展者としてなんだっけ、整形ワークショップで出したことあるんですよね。それがまたすごい、みんな子どもたちが元気だし、もう本当大人顔負けのですね販売員さんみたいな感じになってですね、すっごく生き生きしてて楽しいイベントになっています。で、今日今私お話ししているの3月24日でございまして、前日なんですよね。なのでこの動画が上がるときには申し訳ないんですけども当日になってしまうんです。なのでですね、事前に告知ができなくて申し訳ないんですけども、お湯分け公民館で場所は開催する予定でございますので、もしこの動画を見ていただいてこのゆいくまるせ聞いたことなかったという方で、明日お時間ある方いらっしゃいましたらですね、ぜひぜひこれ来てみてください。子どもたちが出しているこのいろいろな商品とかですね、ワークショップなんですけど、見てください、これ100円以内で お店として出店するイベントなんですって。そうだからですね、もう本当に子どもたちのなんか頑張りも見たいし、いろいろ協力してあげたいなっていう気持ちもすごくあってですね、私も行こうと思っております。はい、そんな感じの告知になりました。今日は告知がなんかあれでしたけどね、そんな感じでございますね。はい、そんなわけで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。